届きました、メキシコからね。届きました、メキシコからね、食材を送ってもらいました。なんだと思う？材料。あの前回ね、あのブラジルから送られてきた食材を使ってグアバのゼリームースっていうのを作ったんですけれども、そちらの続編でメキシコのテイシティのメーファーから送ってもらった荷物です。メキシコって何だと思う？材料。タコス、サルサ、あとブリトーとか。メキシコの皆さん、こっちの何が入ってるんですか？何入ってる？肉？タレ？ソースとか？メキシコでテキーラ、テキーラじゃあ早速開けていきましょうかあ、本当だ。じゃらーん、何これ。猫の餌みたい何だろうね。ラチエンテラデバカバカもしかしてだけど、あの豆をひよこ豆とかすりつぶしたやつとかじゃない？でもなんか魚みたいな形してません？ツナ缶みたいな。全然読めません。これなんかツナにしか見えんのだけど、うん、ツナかウニ。何か全然分からんけどすっごい甘いね。頭が追いつかないけど、今まで食べたことないよねこんなの。洗剤の味がする。何これ、甘い。全然想像してたのと違う。食感がチキンなんで甘いの？すごく甘くて、多分まあデザートには変われないけれども、この食べている食材が全然何かわからないね。チョンゴス、ザモ、ザモラ、ザモラムス、あ、これじゃないですか。チョンゴス、スイートカッテージチーズが入ってるみたい。シナモンと牛乳とお砂糖が入ってて、メキシコではすごい知られているデザートだそうです。でもチーズって分かれば ようやく頭が追いついてくるかも、チーズって分かれば美味しいあ、美味しい。カッテージチーズなんだ。あ、僕これ好きかも。さて、じゃあこれ使って何作ろうか。困ったクリーム状とかにできそうだよね、うん、カスタードのクリームと混ぜ合わせてシュークリームにしたりだとか、うん、アイスクリームとかにしてもなんか食感楽しめるかもしれないよね、うん、甘いチーズ。もう一回食べていいですか？ふわしわパンケーキ。チーズなのであれば、普通にチーズケーキはこれで作れるんですかね。作れるかもしれないね。まずはこのココアのクッキーを砕いて、あのケーキのボトムにしようってなったんだよね。そうですね。それで砕いたクッキーを溶かしバターで滑らかにして、あの形がつくやすいようにしていきます。ケーキ型に流し込んで慣らしていくんですけど、チーズケーキの鉄板ですよね、うん、でここで、早速送ってもらったチョンゴスを使っていきたいと思います。攪拌してあの生地に練り込もうっていう風な話になりました。クリームチーズを合わせていきたいと思います。チョンゴスのチーズ何チーズでしたっけ？カッテージチーズが入ってたんだよね。カッテージチーズとクリームチーズを合わせるとまたダブルのチーズがハーモニーを生み出すかなと思って、チョンゴス入れても全然綺麗に滑らかになりましたね、うん、うん、
型に流す前に大人っぽくラムレーズンを敷き詰めていきます。ここにチョンゴスが入ったクリームを流し込んでいきます。もうこの時点でもう成功するって確信してましたね。もう一度レーズンと液体のチーズの液を流し込んでいきます。2層目作るんですよね。もう焼き色がすっごい綺麗に焼き上がったね。かなりしっとりして美味しそうだね、うん、Thank you, チョンゴス。じゃーん、できました。じゃじゃーん。メキシコのチョンゴスを使ってベイクドチーズケーキを作りました。イエーイすごく美味しそうにやってたよね。美味しそうです、うん、早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。うん、美味しい。あれなんだこれ。すっごいしっとりしてるし、チョンゴスの甘みもありながらクリームチーズを加えたんですけど、サワーのなんか酸っぱい感じとかも、え、すごくない？すごい売られてるチーズケーキみたいに美味しく仕上がってしまったね。450円ぐらいですか。美味しいね。美味しい。大成功ということで、イエーイ。